はい、どうも、パンチョです。じゃあね、今日最後の、この再エネ太陽光、ソーラーパネルの話ですかね。業者っていうよりも、この製品そのものの話ですかね。なんかね、もう中国も、在庫ダブつきすぎちゃって、ダブつきすぎておかしいな。もう溢れ返っちゃってて、もう、だからもうゴミなんですよ、そもそもが。市場にもう、溢れ返っててね。でもあまりにもうだから値崩れしすぎて、安すぎてなんか庭とかのこのフェンスで使うような。でもこれ日本だとさ、ね、税金公金注入するからさ、結構な値段で取引される。だからもうかもられてんだよね。この粗悪品で毒物で、ね、火ついたらもう始末に追えないような、ね、厄介な代物を、ね、本来はもう価値、だからもうその商品化、だからもう完全に詐欺案件ですよ。詐欺案件だし、日本を破壊する、ね、反日でもあるし、もうここまでよく揃えたよねって。しかもこんな安上がり、粗悪品でもって、で、日本はもう法外な金額を、ね、右から左に。だって、公金注入、チュッパチャプ三件でもあるからさ、ね、ほんとボロ儲けだよね。だからもう一方的に我々日本人が痛い目見るだけ。だからもうこんなもんほんと秒で全面禁止にさせないとダメなんだよ。まあ、いいんじゃねえの、太陽光だしみたいな。そんなレベルの話じゃないっていうのがこういうのでもわかりますよね。だから中国メーカーがね、このソーラーパネルの世界的な供給過剰を引き起こしてるんだと。だからもうあんまり安いから、ね、もうそもそもパネルとして使うんじゃなくて、ただのこの、なんていうの？例えばこのベニヤとか、ああいう扱い。ベニヤと同等ですよ。こんなもん日本だといくらで取引されてんだろうね。びっくりだよな。だからもう我々日本人がいかに騙されて食い物にされてるかっていうことを、早く気がつかないと。のんびりしてる場合じゃないんですよ、本当に。で、ただこのアメリカのね、この財務長官、イエレンさんだよね。4月4日から中国を訪問してね、こうした問題について、議論が予定されてるんだってさ。もうしたのかな？ 4 日から訪問だともう1週間近く経つのか。で、中国のあるメーカーがね、ソーラーパネルを大量に生産した結果、世界的に供給過剰が価格を暴落させていると。ソーラーパネルのこの8割が中国製だね。もうとてつもなく安いから、例えばドイツとかオランダだと、もう庭のフェンスに使われてると。毒の板フェンスに使うんだって、ある意味正解なのか。で、本来っていうかね、ソーラーパネル、通常は太陽光を最も多く取り込める屋根に設置されるんですけども、供給量があんまり多いから、さっき言ったこのドイツ、あとオランダ、この2つの国ではもうフェンスとして設置してると。だそうすることで屋根に設置するのにかかる高価な人件費とか足場を組むのにかかる費用も節約できると。だからソーラーパネルフェンス、イギリスや北米、オーストラリアでも増え始めてるんだって。 フェンス？ へえ、こんなもん日本で流行らせてほしくないですけどね。じゃあ次なんですけど、これはね、朗報ですかね。今のは中国のパネルの話。このね、パネルじゃなくて、この太陽電池ですかね。日本がね、この高性能シリコン太陽電池を安全に製造する技術を確立したっていう、そういう話。これはもう盗まれないように頑張って気をつけてほしいですよね。次世代太陽電池として期待されているこのシリコンヘテロ接合太陽電池用の水素化アモルファスシリコン。なんのこっちゃわかんないですけども。とにかくなんかすげえもんね。日本の、どこだっけな、東工大って書いてあるかな。東京工業大学ですかね。やってくれたと。またガン見してるような、あいつらが。あいつらとか、あいつらとか、あいつらとかがね。要はこの危険物質、汚染物質ゼロの超高性能ソーラーパネルを開発できた。そういうことです。すごいじゃないですか。こういうのだよ。
まあこういうのでも山削って並べたらダメですけど、ちょっとね専門用語というかなんか聞いたことないような単語ばっかりになっちゃうと思うんですけども、なるべく分かりやすくお伝えできればですけども、3月14日次世代の高性能太陽電池として期待されている、シリコンヘテロ接合太陽電池の製造において、太陽電池を水素化アモルファスシリコン、これを今までの既存の手法で用いる強い爆発性とか毒性なんかを有する、SIH4 っていうガスがあったんですけど、今まではそれを使わなきゃダメだった。でも使わずに、しかも早く、しかも低ダメージで、形成する手法を確立したと。だから爆発性、危険性もなく、毒性も抑えて、しかも超早く、だからリスク低い状態を維持して、高性能なものを作れる、そういう方法をね、確立したっていうことですよね。だからこの危険なやべえガスを使わないで、よりいいものができるようになった、そういうことですかね。だから本物の太陽光パネルですよ。だからこれから出てくる本物の EV 電気自動車と同じような感じかな。ことごとく日本ですね、やっぱり本物は。偽物とかまがい物とかパチ物とか、そんなのばっかだよな。安くばらまいて、馬やってるふざけたやからって、どいつもこいつもだけど。だから太陽光に注力したっていうのはこういうことなんですよね。本物はですよ。ただのこの反日売国勢がね、山削ってね、森切り倒してね、日本毒しながらね、ぶっ壊しながら売り飛ばしてる、あんなのは違いますよ。あんなのはただの活動家の活動ですよ。反日売国活動ですよね。だからあれですよね、ペロブスカイト、世界の電力インフラが救われるっていうね、そういう話もあったんで、だからとにかくこの中華製をこの輸入禁止、ね、半島系の企業のこのなんかはびこるのも禁止、だからとにかくこの反日国家の反日野郎どもを個人も企業も政府次元でも締め出すことができれば全て丸く収まる。だからもうやっぱりいつも僕が言ってたことそのまんまじゃないですか。いかに日本から反日売国要素を排除できるかですよ。もうそれだけでいいんだよ、結局。でもそれができないからこそ無茶苦茶なんだよ。だってこれだってさ、じゃあこの太陽光パネル、再エネ太陽光のこの補助金とか助成金とか、ね、日本人、日本企業、日本製品のみ、ね、日本企業のみ、日本製品のみ、っていうふうにもうジャパンファースト、ね、日本縛りを徹底していれば、もう全然違った結果になってますよ。まあ、だからとにかくこの中華製パネルと半島企業全面禁止で山削って、ね、このメガソーラー、ね、わざわざ山切り開いてパネルの設置も全面禁止、ね、どうしてもっていう人は、まあ、フェンスとは言いませんけども、家の屋根にこのシリコンテヘペロ結合、ね、この日本製の製品、日本製パネルを扱う日本企業のみ、まあ、なんか補助金とか助成金とかの要件、ね、徹底すべきですよね。まあ、今のなんかこの新疆ウイグルさんの、ね、中華パネルはもう全部ひっぺがしても元に戻んねえし、どうやって始末すんだよな、本当。関わったやつ本当全員死刑だよ。死ぬ前に片付けてから掃除してから行けよって話だよね。ということで今回は以上です。